こんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、武漢市の病院に潜入した模様を2月1日付の模様ですね、送っていただきましたので、まあこちらをどうぞ。すごいね、内容になってます。はい、これがね、現場の病院なんですけども、かなり大きな総合病院になってますね。こちらの方に急患がどんどん送り込まれてくるわけなんですけども、当然ですけどもね、コロナウイルスの撮影っていうのは非常に極意ですから、命がけになると思います。ちなみにこの動画を撮影した方は2月1日の夜、撮影した夜にね、連れて行かれてしまいました。安否は不明でございます。で、これがね、病院内の模様ですけども、もう亡くなってる人がね、どんどん出てるところを撮ってくれてますね。なんとですね、お亡くなりになった方が5分で8人ということでございます。で、死体袋をどんどんね、車に詰め込んで、どっかへともなく運んでいってしまってるなんですけども、まあ、100人死んだら100体運ぶってことなんで、もうね、おびただしい死体がその辺にあるようなんですよ。で、10分もしないうちに8人もの遺体が車に積まれたということなんで、想像を絶するね、人数の方がお亡くなりになっているんだろうなと思いますけども、武漢市だけでも1日あたり200人以上死亡しているってことがここで語られてますね。はい、いかがでしたでしょうか。背筋がね、凍るような内容だったと思います。これね、実際は動画で送っていただいたんですけども、ちょっと動画になると時間かかりますので、まあ、エッセンスだけを抜き出してですね、スクリーンショットとしてまとめてみました。まあ、どちらにしましてもね、武漢市中心とする河北省、こちらの方では私たちが知らされているような人数、250人とか60人とか言われてますけども、そんなのは1日あたりの死者数で、実際にはね、もう何万人という数になるかどうか分かりませんけども、まあ、1000人以上の桁でお亡くなりになっていて、でこれがですね、我が国日本にもかなり広まっているということなんですよ。でちなみに日本はですね、第2の感染国として、まあ不名誉なね、名前を冠するんではないかなと思っております。まあなんせね、水際対策として日本はちょっとこう出遅れた感はあるのかなと思いますし、それからね、やっぱり近いですからね、どんどんこう入っていらっしゃる方もいると。で、他の国を迂回して日本に入ってくる方もいるのかなと思いますので、まあ、もちろんね、中国人の方が入ってきて迷惑だという話にはならないんですけども、ただやっぱ今回ね、キャリアとして、この新型コロナウイルスが入ってくるかもしれないってことを考えたときに、まあ、一定のね、警戒感を抱くのは仕方がないのかなと思います。まあ、我々にできるのはやっぱり正しい情報をつかむ、まあ、何が正しいのかっていうのは本当わからないんですけども、少なくともマスクをしたりね、それから手洗いを励行したりとか、まあ、目をね、守るために普段からサングラスをかけてみたりとか、あとはやっぱり不用意に出歩かないことかなと。人に会わなければ感染のリスクってのは非常に低くなりますんで、まあ私はね、まあ隠居してますんで人に会わずに済むんですけども、でもほとんどの方は、お仕事の関係とかね、そうは言っても人に会わないといけないこととかってあると思います。まあですので今回は趣味事とかね、レジャーとかこういうのを、まあ残念ながらですけども控えていただいて、感染のリスクを抑えていくぐらいしかないのかなと思いますけどね、皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。それでは本日はこのぐらいにしていきましょうかね。では失礼します。我是进得去看，住院的病床就不让看了。这武昌殡仪馆这里面十袋，刚才我照给你看了，现在又多了。刚才三个，现在我数一下啊，十袋，一二三四五六七八，有八个。哎呦，这么多就在这死吧？这是几个？就昨天是吧？哎呦，这死人这么多、啊！这是病房，我帮我进的，他在往这搬尸体呢，往这搬尸体。这里面还有整池，也有整池。哎呦，这里面也有整池。哎，过来！哎，怎么回事？哎，哎呦！哎，那你家什么人呢？父亲。哎呦，我的父亲。你家的？完全死了，完了，估计不上来了，已经没有生命线了。这个又完了，这个完了，这个又完了，又完了。又完了一个，他儿子又快死了一个，他儿子已经抢不过去了，他儿子已经抢不过去了。